はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原直樹です。今日は偏差値65への算数、三角形の面積の問題についてやってみましょう。非常に基本的ないい問題です。筑波大附属駒場の問題、ね、平行四辺形 ABCD がある。AE イコール9センチ、CE イコール2センチ、DE イコール3センチです。三角形 AFD と三角形 EBC の面積が等しいとき、EF の長さを求めなさい。ね、さあ、もう一回絵を見ながら分析していきましょう。平行四辺形であると。ね、だ平行です。平行です。でそして、AE イコール9センチ、A から E まで、ね、CD 上の E まで9センチ、DE 3センチ、EC 2センチ。ですから、ここ AB 5センチ。ねね、3たす2、ね。で、この時に三角形 AFD と三角形 BCE が面積が等しい時、FE の長さを求めなさいということなんだね。で使う原理はまずね、DC と AB が平行ですから、ね。これね、まずすぐに、この AFD と BCE を見るんじゃなくて、三角形、これね、AED と、ね、三角形 BCE で見るんだね。三角形 BCE。要するに ADC と BEC の面積はこれそのまま3対2なんだよね。高さはこれ等しいわけですから。いい？ここも含めてよ。これよ。3対2なんですよ。ね。3対2。つまり ADC 全体は3なんです。これ。そして BC は2なんですよ。じゃあ、ね、ここを DF で切ったときに、等しくなるってことは、ね、2対1に分ければいいわけだよね。ね、3の面積を2対1に分ければいいわけです。そしたら、9センチを、ね、AE を、2対1に分ければ面積等しくなるでしょ、ね、と 9×3 分の2だよ ね, ねあ AF はね AF は 9×3 分の2だからここは6センチですよ。ここ6センチにすれば面積は AECB と等しくなりますよね。ってことは FE は9-6の3センチになるわけです。ここ3センチにすれば面積等しくなる。答え3センチ。基本の原理をしっかり使っていけばもっと早く設定を解けると思いますね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。